ウスターシュル、シュウールはフランスの画家である。パリで木工工芸家の息子の生まれた。イタリアのバロック絵画をフランスに伝えたとされるシモンブーエの弟子になった。共に学んだ画家にはシャルル・ルブランやピエール・ミニャールがいる。ルブランらがイタリアで学んだのに対して、ルシュウールは国外に出ることなくパリに集められたルネサンスの画家たちの作品から学んだ。初期の作品は ブーへのスタイルの影響を受けていたが、自らのスタイルを確立した。1642年に、ゴブラン織りの王立工場のために、イタリアルネサンスの物語、キプネロとマキアポリフィリに題材を取った発展の作品を描き、いくつかはタペストリーに織り上げられた。1845年に、シャルトルーズとパリ、シャルトルーズでパリの装飾画として、 宗教的な題材の作品を描き押し継ぎ作品が買い上げられた。1648年に設立された王立絵画彫刻アカデミーの主要幹部の一人となり、シャルル・ルブランだと共に最初の12人の教授の一人となった。裕福な人々のために多くの装飾画を描いた。弟子にはジャン・クレルモンやクロードル・フェーブルラがいる。ありがとうございます。